ビリーに会った後にね、それから去年僕雑誌、今年だったっけ、去年だよね、去年雑誌で対談して、初めてお会いしたんですけども、エディ・バンヘイレン、エディのうちにも前回、ソロで来た時もお邪魔したんですけども、今回もですね、エディのもうまさに豪邸ですよね、豪邸でね、豪邸にお邪魔したんですけれども、ゴルフカートあるじゃないですか、ゴルフカートでエディが出てくるんですよね、もう母屋以外にゲストハウスと呼ぶには大きすぎるような家が2軒同じ敷地内に、で中には5150スタジオというね、バンヘイレンのレコードずっと最近レコーディングされているスタジオがあって、その中も見せてもらったりなんかしてですね、非常に楽しい時間を過ごすことができましたけれどもね、本当ビリーのもそうだったけども、エディも本当に気さくないい人ですよね、全然そのこうなんていうのかな、やっぱりスーパースターじゃないですか、そういうなんかこう奢った感じなんか全然ないし、やっぱりああいうところはね、二十何年やってらっしゃるね、先輩の本当いいところを見習わなければならないなというふうに思いますけれどもね。